です。今回のエスペランサ TV は第184回目のエスペランサ TV です。それでは早速先週末の振り返りの日をどうぞ。倒れそうな時もう前に進めないと感じた時諦めようと思った魂が願う夢を勝ち越し弾を決めれて2対1で勝つことができ2確定ができてよかったです。残り1試合、しっかり勝ち切って7連勝で終われるように頑張るので応援よろしくお願いします。エスペランサ3年の小宮山一樹です。この前の試合では、前半終了間際に、点を決めることができてよかったです。個人的に2試合連続点を決めているので、次の試合でも、点を決めて、勝つので応援よろしくお願いします。エスペランサ FC の中川幸喜です。僕はセンターバックなので、体を張って命を張って守備をするので応援をよろしくお願いします。エスペランサの旗本葵です。ポジションはトップなのでガンガン走って点を取りたいです。応援よろしくお願いします。エスペランサの近藤優斗です。ポジションはサイドなのでいっぱい走って、点を取って勝利に導きたいと思います。よろしくお願いします。エスペランサ FC の田中亮です。僕はフィルワールドへ点をいっぱい取って勝利をもたらしたいです。エスペランサの中村和也です。体を張ってゴールを守るので応援よろしくお願いします。スペイン語レッスンコーナー、今回のフレーズはこちらです。終わりだ。頑張ってという意味です。皆さん試合の時に元気でください。今回のスタンプは皆さん最後に見てくれてどうもありがとうございました。それではまた来週、バイバイ。